こんにちは、リリナナです。今日は試作であるものを作ってます。作りたいなっていうものがあって、でずっと考えていたんですけど、なんかね、試作を作るときにそのこの柄でバッグを作りたいっていうときと、バッグじゃなくてもこの柄で作品を作りたいっていうときと、これを作りたいんだけど何の柄にしようかなって考えるときが、まあ、大体そうかもしれないんですけど、2パターン私の中であって、で例えばなんだろう、ポーチを作りたい、でこういう形のポーチを作りたいって自分の中で思ってるんだけど、そのなんか模様編みで編みたいって思って、でも何の模様にするかっていうのがすごく自分の中で迷うんですよね。結構この模様で、例えばスターステッチだったりとかアラン模様で何かを作りたいって思ってた方が楽に考えられるんですけど、その形先は頭に浮かんじゃうと、もう何の模様で編もうかっていうのがすっごい時間がかかってしまって、でまずは模様探しから始めるみたいな、でいろんなパターンを編んで、であとは糸もいろいろ使って、でポーチはそうでもないかな。例えばティッシュケースだったら、そのすっごい分厚くなっちゃったらやっぱりダメだなとか、なんかね、結構糸選びだったり模様によって変えるので、なかなか一つのものを作り上げるまでが時間かかっちゃったりします。すごく単純なものでも、なんか模様編みを考えるのが、ただね、細編みだけとか、その中長編みとか長編みだけっていうんだったらそんなあれなんですけど、なんかせっかく伝えるんだったら、なんか模様編みとかも、模様編みを覚えればいろいろ応用が効くから伝えていきたいなとも思うんですよね。でやっと、あーこれならいいかなっていう感じだったので、ちょっと今試作中で、でもどうなるかわからないで、なんかずっと対面式をなんかねやってなかったですよね、自分の中でも。あ、久しぶりと思ってで、なんかばっかり言ってるな。この間久々に YouTube の方で、あ、ライブをやろうと思って、なんか最近そんなに昼間お客さん来ることもなかったし、電話が鳴るっていうこともなんか最近少ないなと思ってたから、でその日天気が悪かったんですよ。だから動画撮るのもなんか撮れないなって思って、あ、そうだ、ライブをやろうと思ってやったら、
そういう時に限ってですよね、ピンポンって来ちゃうみたいな。だからせっかくもう久々によしやるぞと思って始めたのに、もう10分ぐらいで終わっちゃって、でガス屋さんがメーターを交換しに来たんですね。でしかも連絡がなくって、もういきなりだったから、でしばらくちょっと交換するまでガスが使えませんって言われて、うちオール電化じゃないのでガスがあるので、でしばらくちょっと外で作業してますみたいな感じだったから、えもうライブできないじゃんって思って、また後日できたらなと思ってます。でなんかね、結構ツイッターでライブをやることが、まあ、あるんですね。でツイッターってそういうこういうふうに画面がなくラジオみたいな感じ、その動画、撮影しなくていい、声だけで OK っていうライブがあるので、なんかね楽なんですよ、ツイッターだと。でフォロワーさんもそんなにたくさんいるわけじゃないから、もうライブとかも本当にこじんまりとやってる感じなので、結構ね子供が急に帰ってきちゃったりとか、もうギリギリまで普通にダラダラ話してるので、もう切り方もすごい雑、あ子供が帰ってきちゃった、終わりにしますブチみたいなひどいっていう感じですよね。でもなんとなく私の中ではツイッターはそういうゆるい感じになってるので、うん、キャラも全然きっと違うから。でも YouTube のライブとかでああやってお客さんが来ちゃうとちょっとテンパる、ああどうしようどうしようみたいな、ごめんなさいごめんなさいってなっちゃうお客さん来たから切りますみたいな、終わりにしますってなかなか、うん、言いづらいでも Twitter をやってる方はまあ分かると思うんですけど、名前がなんていうの、英語なんですよね、アットマーク何々みたいな。だからお名前が全然よく分かんなくて、なかなか名前が覚えられないっていうか、でも大体いつも来てくださる方とか見てくださる方は同じ感じだから、名前覚えられないんだけど、あ知ってる知ってるみたいな、この方知ってるって思いながらお話ししてたりとかしてます。でよくコミーさんとマッシーさんは遊びに来てくれて、でコミさんとマシーさんもライブをやるので、私も遊びに行かせてもらったりとかして、うん、一緒に遊んでもらってます。でなんか なんだっけな、そうなんかね、私の髪型を見て、そのお名前は言えないんですけど、手でピーをするコピーさんがなんか髪型を見てなんかヤンキーみたいな言うんですよ。元ヤンじゃないけどヤンキーみたいな、失礼なと思ってヤンキーっぽいのかな、なんか色とか髪とかでなんかヤンキーみたいな感じに見えるって言って、えなんか出ちゃってるかなって思ってたんですけど、
それを気にして対面式にしてなかったわけではないんですけど、そうなんかね言われたんですよ。あれなんか違うぞ。1個入れるのか。ちょっとあれしよう、声変えて言っとこう。で結構スターステッチもなんかね、最初はスターステッチって言ってるのがもう慣れなくて、で動画を撮った時とかももう何回ももうスタークロッシェクロッシェみたいなすごい言ってたから、もうカットカットで、もうその時最初に出したやつ、あれ何を出したんだっけな、ミニちっちゃい小物入れみたいなやつかな、それを作った時の編集がすごい大変だった。もう何回自分ではスターステッチって言ってるつもりなんだけど全然言えてなかったみたいで、何度も動画に名前が出てきちゃってて、だから作り方動画だから、あまずいまずいと思ってもうカットカットで、もう大変、なかなか言い慣れてない言葉って大変ですよね。でこの間バッグをアップしたんですけど、それもそれは自分で気づいたからもう取り直しとかをしたんですけど、ねじり細編みっていうのをその周りに入れていったんですね、スターステッチのバッグの時に。それをねじり細編みじゃなくて、なんかねいつもねじり鉢巻きを入れますみたいな、何鉢巻きって自分で思いながら、なんかねねじり鉢巻きって言ってた。であまた言っちゃったと思って取り直しとか、もう嫌になっちゃう、全然学習能力がないというか、大変なのは自分なのにで言っても気づいてないみたいな。で結構言い間違いとかもよくあるんですよね、とか自分で気づいてない、その間違えてるっていうことに気づいてないっていうか、で言葉とかも本当にね、ちょっとね自分で残念な人だな私って思うんですけど、変換するときにそのどっちが正解なのかが分かんない、あと何何目ずつ入れますっていうのを間違えてて、その編集の時に気づいて何目ずつってなんていうの訂正文みたいのを入れなくちゃいけない時に、この間は3目ずつを、ずつのずつがつに点々とつでずつってこう入れてたんですよね。で編集終わったって思って見返してみたら、あれずつのずってどっちみたいな。そしたら一応調べとこうって調べて、図に点々じゃなくて図に点々が正しいっていうのに気づいて、編集の編集みたいな、
だから、うん、ダメなんですよね。言葉が本当に分かんない。必要と必要もう変換するときにあれどっちだっけどっちだっけって思ったり、漢字出てこないんだけどとか、もう本当におバカさんで嫌になっちゃう。よし。で、これを自分の考えてる感じだと、もうひたすら編むみたいな、その厚みとかも、ものによってはやっぱりすごい厚みがあった方がいいものもあるし、厚みがない方がいいものもあるし、あとしっかりした感じの作り方っていうか編み方がいいものもあるし、うん、悪いものもあるし、ちょっとね難しいですよね。で、フラワーガーデンと、フラワーガーデンとセリアさんの、それとエンジェルコットンをこれ引き揃えて、なんかポーチみたいの作りたいなって思ってたら、なんかねすごい重いんですよ、これを2つ合わせると。だからちょっとポーチとか巾着だと2本引き揃えて、ちょっと大きなものだと厳しいかなって思って、なんかね難しい。で、今これベーシックコットンを使ってるんですけど、ベーシックコットンとでもやっぱりこれが重くなっちゃうのかな。フラワーガーデン、ベーシックコットンとだとやっぱり分厚くなっちゃうから、私が今作りたいって思ってるのは、あ、ちょっとあれかなと思って、フラワーガーデンを2本撮り、フラワーガーデンともう一個フラワーガーデンの2本撮りだったらなんとかいけるかな。そう、なんかねこの赤と青と水色のやつ、これがすごい気に入って、これが欲しいんですけど、全然2玉しか私まだ出会ってないので全然買えないんですけど、他のカラーも見てみたいし、すごい夏っぽい。でもうくどくないから、しつこくないから、これフラワーガーデン2本撮りで何か作りたいなって思うんだけど、全然出会えない。これからどうなのかな、暖かくなったら出てくるんですかね。こないだも言ったけどね、なんかなかなか手に入らないっていう方もいらっしゃるし、私もまだ見つけてないから、もうちょっと太ければな、4号ぐらいの太さだったらいいのになと思って、ちょっとね2号だっけ、これ2号から3号だとちょっと細いですよね。だから作るにもちょっとね迷っちゃう細さなんですよね。あれ、なんか間違ってるっぽいぞ。大丈夫？
ね、何がいいだろう。フラワーガーデン使った方、何作りましたか。あれ、なんか間違ってる。ね、何がいいかな。やっぱりあれかな、なんか小物とか、この間アップしたなんか小物入れみたいな、ちっちゃいのとかだったらいいんだけど、もうちょい大きいもの何かないかなと思って、ちょっと考えて使いたいなって思います。で、今日はなんか間違ってるみたいだからほどくちょっとやり直します。では今日は久しぶりに対面式にしておしゃべりということで、また次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。